あ、あの作りながらあの入れるものなんかの説明をしていきたいと思いますので、いろいろね、あのクレーを入れるってなると手順があるんです。まずこのクレーをですね、ペーストを作っておいてあげないと、回し出してから入れちゃうとですね、あのなかなかペーストがもう溶けてなかったりとかダマになったりするので、まずあのクレーのペーストを作っていただきます。はい、ここに分量書いてあるんですけど、あと今日はですね、このオイルなんかはちょっと私が考えてあのオイル調整したので、基本はですね、あれです、石鹸ってもうオリーブオイル、パームオイル、ココナッツオイルだけでできます。マルセイユ石鹸って聞いたことありますか？すごく優しい、もう基本的なもう石鹸があるんですよ。それはもうオリーブオイルとパームとココナッツだけで作られた石鹸です。で、そう、オリーブがですね、結構柔らかい素材なので固まりにくいんですね。で、ちょっとお風呂とかでもあの溶けやすくなったりします。なので少しちょっとひねって、今日はあの米油とキャスターオイルっていう、ちょっとこうもっちり感を出したもの、キャスターオイルとですね、ひまわりオイルをちょっと使いたいと思ってます。で、作用としてはさっきも言ったようにオリーブがまあ保湿ですね。あの基本的な石鹸はオリーブが保湿、パームが硬さを出すためのオイルです。これで、ココナッツオイルっていうのが泡立ちのためのオイルになってきます。はい、ではクレーを溶かすペーストに使う水分はちょっと精製水を使いたいと思います。で、その他の、 あの化成ソーダって劇薬あるんですけど、それをあのこちらで溶かしてあげてから皆さんにお渡しするようにしますね。で、それを溶かすのに使うのが今回ですね、桜の細胞水を使いたいと思ってます。で、桜はね、あの本当に香りも桜そのものなんですけど、何よりそのコラーゲンの生成を促進させてくれて、肌の張りとかですね、あのよくしてくれます。あとシミとかそばかすって原因があって、チロシナーゼっていうあののがあるんですけど、シミそばかすの原因になるものが、でそれの活性を抑制してくれて、その美白効果もあります。で、あとですね、肌の炎症なんかにもいいですね。まあ、ニキビだったりとか、ちょっとなんてあの乾燥で荒れたりとか、そういうお肌にもおすすめします。はい、まずですね、精製水、はい、ですね、ちょっとはかりを使うんですね。は必ずお水からです。粉は後です。じゃないとですね、ダマになっちゃったりとか、うまくペーストができなかったりするので、必ずお水から入れるようにしてください。レッドはいなかったよね。はい、グリーン水から。お水からですね。20g 精製水を入れて、最初に入れてください。どうですか、これ、ラップは。置いていいですか？あ、いいですよ。脅しですか？それはちょっと多いですね。あ、精製水だから戻していいです。入れます。あ、そうですね。入れてきました。目の前に。すみません。大丈夫です。石鹸は作られたことあるんですか、皆さん？初めてです。石鹸自体も初めて。20.5 ですけど、いいですか？多いですか？ 20.6。20.6 大丈夫です。戻したの？
いですよ、それで。はい、はい、じゃそこにグリーンライトを30ですね。で、入れ方はドバッて入れるんじゃなくて、スプーンを使ってちょっとこう振りかけながら均一になるように振ってってあげる。30g、 30g、 はい。本当にこういう感じで30になるように振りかけてってあげる。私がまたですね。いやそれ使ってやってみる、うん、でグリーンはもう一緒のスプーン使った方がいいかも、うん、意外とですね、振りかける感じ、振りかける感じ、あ、娘さん上手、あ、はい、はい、30、はい、はい、ではもう確認はいただいて、もうこれは最後なのでこっちに置いておきます。ラップいいですか。はい、ラップをして置いておきます。うんうん、何でした。最後に使います。はい、で一応これをかぶっていただいて、これあのサイズ調整できるので、これがおでこに当たるようにしてこうです。でサイズはここで調整できる、うん、ちょっと火星ソーダがですね、やっぱりあのすごい香りなので、ちょっとね、うん、それが火星ソーダってあの水とあの加わると、水が加わると化学反応でですね、あの高脂肪酸 と、グリセリンに変わるんですね。なのでそれまでには劇薬なので、あの目とかあの皮膚に触れちゃうと、もうかぶれたりとか炎症を起こしたりするので、それだけは気をつけてください。石鹸の作るときはオイルを40度前後、だいたい40前後じゃないな、40から42度ぐらいの間まで温めてあげて、であの火星ソーダも同じぐらいの温度に下げてあげます。火星ソーダって水と加わるとですね100度近くなるんですよ。でそれを冷ましてあげて、あのオイルと同じ温度にしてあげて混ぜるのが大事です。はい、で、はかりで順番にここにあの量が書いてあるので、
入れてってください、順番じゃなくても、書いてある通りに入れてください。はい、ココナッツ。ココナッツは60g。あったかい。すみません。はい。今しは、はい。ひまわりとは違うんですよね。あ、違います、違います。ひましはどこで、ひましとひまわりの違いって言っちゃう。ひまし は書いてないんですけど、ひましをひまわりと間違って私入れちゃったんですけど、うん、ひましはとキャスターウリです、ごめんなさい。キャスターウリ、あ、一緒です、あ、じゃあ一緒、あ、よかった、ごめんなさいね、そっか、名前が違う、一緒です、だからキャスターひまし、うん、すいません、ひまわり、ここはやしょうで、ココナッツでです。120。全部入れました。今パンの場合は開いてると思います。ひましが、ひましが全部です。キャスターオイル、ですね、容器いろいろ石鹸用の容器とかもあるんですけど、まあ、揃えるの、大変だなと思ったので、このこれを用意してます。こういう感じ でこれがちょうど300バッチにちょうどいいので、であとですね、本当出来上がってからビリビリビリってこう破ることができるので、これすごく使えます。入れましたか。じゃあもう、はかりはいいです。で、加勢ソーダ。
入れるので、ちょっと待ってくださいね。パウダーをちょこっと足すだけで本当に香りとかもね、ハーブの香りでいいんで、
バッジなんですけど、たっぷり本当に1000バッジとかたっぷり作っておいて、もう冬はもうこれでいこうとか、夏はこれでいこうとか、冬はしっとりめに作ったりとかですね、それはオイルで変えられるので、面倒くさい方はもうまとめ作りがおすすめです。もね、ないんです、基本的には。ただやっぱ保存状態によります。直射日光が当たったりとか、湿度がすごく高いお部屋に置いとくとやっぱり劣化もしますし、だけど私は基本影の、風通しの良い影ですねで保存してます。あと温度変化がやっぱ気になる人は冷蔵庫で保存したりする人も多いです。野菜室とかでも大丈夫。あ、全然大丈夫です。私だって、2年ぐらい前に作った石鹸が冷蔵庫から出てきたんですけど、めちゃくちゃ使用感良かったですよ。で、不思議なことにこの石鹸って作って1ヶ月置くんですけど、1ヶ月後よりも半年後の方がすごくやっぱ熟成が重なってすごくいい質感になってたり。ベージュ、調べるともうサラサラになるし、
に入れない、頭皮に入れないし。石鹸だけですか？石鹸だけで洗って。石鹸だけで洗って、もちろんちゃんとバランスを取るようにリンスも入れてあげますけど、リンスも別にお酢とかでも、お酢にお湯とか溶かしてもいいですし、本当に自然が良ければ。ただ香りがね、あれなんですけど、私リンスも使ってるので全然。これちょっとなんか、あ、なんかこんな感じなんですね。
こういうあの線が出てくるんですけど、うん、まだ残らないのであと少し、うん、こんな感じでした。クレー石鹸、あ、こんな感じ。私たくさん種まいてちゃったんですよ。色がすごいことになりました。でも多少ね、こういうことになっても使える石鹸ではあると思うので。綺麗綺麗。今日縦にして持って帰っていただくんですけど、スプレーパックは大丈夫ですか？で出来上がったらまたこ、切るまでの工程を、はい、説明しますので、うん、とにかくちゃんと混ぜてあげる。いいですか、うん、こんな感じで線ができるんですよね。こうならないとトレースが、これがトレースです。綺麗、はい、で、はい、もう大丈夫です。はい、うん、そしたらこういうですね、流し込む、いいのか、このまま、フレーズが折れないと結構ね、心が折れてくるんですよね。本当最初の時とかも結構嫌だと思って、で一回するのにすごい神経使っちゃって、であのお家でされるときはあの活性ソーダ使うので必ず換気を良くしてからするようにしてください。気づかないうちに吸い込んじゃってるので、活
て、あの薬局とか、あ、薬局に売ってます。で、あの身分証明書がいるかな？身分証明書が行って、あのなんか書かないですか？その時によって24時間後にカットして並べるか、2日間ぐらいそのまんまあの風通しの良いあの影に置いといて、あのちょうどいい硬さになったら自分の好きな大きさにカットして、それから4週間なので、そこはちょっとあのご自分で判断していただきたいんですけど、あの切りにくい柔らかさだったら2、3日置いてあげる、そのまんま。外しておいた方がいいですか？タオルとか全部外して、あ、全部外しては、はい、置いておいてください。はい、こう丸出しの状態であの置いておく、うん、ほこりとかかぶるので、まあ、キッチンペーパーとかそういうのをかぶせておいてあげるといいですね。で、一応24時間経ったら自分の好きな形に、まあ、包丁なんかでいいと思うので包丁で切ってあげて、あの並べて4週間ですね、熟成させてください。
2、3日後にカット、あまり買って柔らかい時は。そうですね、切りにくいなって時は柔らかすぎて。使う時は4週間後。はい。今日から4週間。カットして4週間って思った方がいいですね。今そのつけの上に、はい、で4週間後にですね、使えるかどうか確かめるときはですね、もう肌に使っていいかって確かめるときはこのペーハー紙ってあるんですけど、皆さん持ってると思うんですけど、ここの写メ取ってってもらった方がいいと思うんですよ。この7から9の色になってたら使えます。で使うときは少しお水につけてあげて、ペトって石鹸につけると色が変わるので。作るんだったらパウダー 2-3g 使うとしても、あんまり入れすぎるとやっぱりパウダーって言ってもちょっと使い心地が悪かったりするんですよね。なんでそこはまあハーブ使いたい人は使ってもいいし、アロマはトレースが出てから入れた方がいいです。精油を入れるときはトレースが出て入れてしまって綺麗にかき混ぜてから流し込んであげると香りも残りやすいですし、精油入れてもね揮発しやすいので、どのくらい入れ、どのくらいぐらいまで大丈夫？例えばこの300バッチだったら、そうですね、30滴から60滴までは入れていいですね。肌が弱い人はやっぱりちょっと少なめに入れてあげて、60滴までですね。入れていい。はい、1時間半ぐらいで終われた。すごい。なんかないですか？私もなんかこう喋り足りない気がするんですけど、なんか言うの忘れてないかなって思うんだけど、なんか何でもいいですよ。切ってから熟成させるときはなんかタッパーに入れたことがいいですか？それとも一個一個裸でこう？あ、タッパーはダメです。やっぱり熟成には風通しの良いところ、影の。風通しだってブーブー吹くとかそういうんじゃなくて空気が流れてるところですね。だから例えば私たちそこで乾燥させてるんですけど、ラップにかぶってとかです。あ、いやいやいや、もう裸で。熟成させるときは空気に触れさせながら熟成させないとダメです。で、その熟成後はもちろんラップで包んでもいいし、包んでもいいんですけど、熟成中は裸のまんま。逆に乾燥しすぎたところは良くないとかありますか？乾燥しすぎた場所は良くないとかありますか？湿気はない方がいいですか？大体ね、やっぱりその専門的に石鹸作られてるところはずっとその熟成の期間も結構あったかめなんですよね。期間というかその保存してる場所は、だから急激に寒かったりとか温度差がやっぱり良くなって、でうちもたまに本当出るのがソーダ灰っていう白いのが周りに ついたりするんですけど、それって空気に触れることで反応しちゃってて、
ああいう粉みたいな状態になるんですけど、だけどあの悪いものじゃないので別に使用するにはあの何の問題もないんです。ただ見た目的に白い粉みたいなのがつくっていう、ちょっと見た目的なものをですね、つかないようにするにはやっぱりこの保湿をちゃんとしてあげる。でその間一切開かない、空気に触れさせないのが大事です。だからいろいろ、まあ、気味っていうか、まあ、オイルとかね、自分で気に合わせて、肌の状態で、変えてみたりとかですね。イギリスの時ってこれ全部揃えないときは、そのオリーブオイルだけでもいい？あ、全然大丈夫です。はい、だ例えば今、米油とキャスターとひまわり入れてるんですけど、この分量をオリーブオイルに変えてもいいです。オイル、さっきも言ったように役割があるので、この米油とキャスターとひまわりっていうのは、まあ、保湿とかこう少し泡立ちの分とかもっちりするとか、そういうちょっとこうそういうのが入ってくるんですけど、基本的にやっぱりパームとココナッツは固めるのと泡立ちなので、基本は入れますね。薬局とかでパームとか、薬局はオイル売ってないですね。あのね、私よく使ってるあの通販のサイトがあるんですけど、オレンジフラワーっていうところと、うん、カフェドサボンさんっていうちょっと石鹸専門で、そこで買いました。オレンジフラワー、あれを買いました。うん、私もそこしか使ってないです。オレンジフラワー、そこがあの石鹸の道具とかね、買うんだったらあの材料いっぱい売ってあります。オレンジフラワーさんともう一箇所？カフェドサボン。カフェドどっちかっていうと、そのカフェドサボンさんの方があの石鹸に特化したあのものを売ってあります。でもうミックスされたオイルとかも売ってあるんですよ。それをもうかき、あの化成ソーダとかき混ぜれば石鹸が出来上がるっていう感じのも置いてあります。道具なんかも見つけますし、あのそのオイル一つ一つの特徴っていうか性質とかも書いてあるので、多分選びやすいと思います。でそのさっき言った化成ソーダの分量とか分かるように、あのオレンジフラワーさんが確かそのなんか表を出してるんですよ。あのちゃんと計算できる、オレンジフラワーさんだったかな、化成ソーダの量を測ってくれるの。化成あれあ、ホームページじゃないですか。測ってくれるっていう。そうそうそう、勝手に計算してくれるやつ。オレンジフラワーさんだったと思うんですけどね。いくつかあります。アルカリ計算、アルカリ計算で検索をかければいいんですか。アルカリ計算。はい。アルカリ計算で検索をかけると。そうです。私がここに作りに来るかも。あ、わかりました。まとめて、はい、分からないときはもう全然ね、作りに来てもいいですし、あの使いたい材料とかでやることもできますし、うちでブレンドして作るっていうこと、ブレンドして作るってこともできる、オイル同士、クリーン、あ、できますできます。もうそういう時はあのこの300バッチに対してのクレーの量が30なので、例えばホワイトカオリンとあのグリーンを使いたい時はこの30の中で、ブレンドしてください。ですね、こんな感じですかね。はい、こんな感じです。よろしかったですか。疲れるけど楽しいですよね。やっぱね、物を作るって。やっぱね、後が楽しみだし。ここの桜のあのセル、桜のなんて、細胞水。細胞水。うん、そこそれは例えばハーブ水みたいなので代用でも。あ、できますできます。はい。これどれぐらい入れるんですか。これぐらい入れるんですか。あ、これは、ちょうど入れてる、こういうベースなんですよ。アルカリ計算っていうのは、オイルの種類が書いてあって、今回の60、120、15、15、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59
入れてきて、入れなくても入れるようにしなきゃ、今度準備できないですよ、ね。うん、準備で。生成水でいいです。そうです、そうです。水溶液を128に対して、ここでは、あ、均等は書いてないですね。火星ソーダとお水の量が書いてない、はい、合わせた数しか、はい、水が90で、水が90、火星ソーダが38です、はい、ということですか、はい、で合計128で、一応出てくるんですけど、だからちょっとさっきも言われたようにハーブを熱湯で抽出して、そのハーブ水を使われてももちろんいいですよ。ちょっとこれの変わらせたことですね、はい、95% の割合、ちょっとこだわりたいならば、あとは芳香蒸留水とか使われてもいいです、アロマとかで、ね、使われる方多いですね、普通のお水じゃなくて。これで買おうかなって言ったら、これとこれとこの3種類で、はい、オリーブでもいいですよ、はい、あ、めちゃくちゃ質がいいですよ、やっぱオリーブオイルって、あ、オリーブオイルはですね、エクストラバージンオイルじゃなくてピュアオイル、ピュアオリーブの方を使ってください。の方が石鹸にするには相性がいいです。石鹸作るその食料品、オリーブとまた違うんですか、そのカルディとかで売ってる、あ、それですか、はい、それです。本当特別なことなくて、ただやっぱり火星ソーダとかね、薬局に行かないと買えないし、どこにでも売ってあるわけじゃないので、うん、これで30と90で120入れればいいってことですよね、3つの代わり3、そうです、そうです、はいはい。ただね、オリーブ本当にトレース出ないです、出ない、うん、出ないので、ちょっとこう時間かけながらやる感じになります、オリーブ。ちょっと何ですかね、ずっとかき混ぜるんじゃなくて、少しラップをして休憩してあげたりとかして、うん、しないと多分もうずっと、もうね、疲れて、それこそ本当にやる気なくす。私オリーブオイルとココナッツオイルで作ったんですけど、大体20分ぐらいでトレース出ますよってここに書いてあって、絶対出ないです。絶対出ないから、もう本当に8時間後ぐらいにやっと出たって感じです。だからオイルはやっぱりこう温度が40度ぐらいないとダメなんですよ。なんでそんだけ時間かけると温度も下がっちゃうので、喧嘩が進まないんですね。なのでその時は、時間をかけてやる時はまたちょっと湯煎してオイルを40度ぐらいに、また戻してあげてから、したりしてください。はい、湯煎でちゃんと温度を保ちながらやらないと。だからオリーブは本当時間かかります。だからほっといていいですよ。とりあえずやっぱり最初の10分はもう絶対に休まないでやって、30分休むとかで様子見ながら、で混ぜなくてもトレースって結果出てくるんですよ。ただだから最初の10分、はやっぱ火星ソーダとオイルをしっかりなじませないといけないので、そこはちょっと怠らないでやってあげると大丈夫です。はい、ではよろしいでしょうか、はい、楽しみですね、4週間後が、はい、また何かそのね、石鹸のこととかでもわからないことあれば連絡ください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。持って帰るとき気をつけてください、斜めにならないように。